マウリッツ奉還ビョルンストルム・ステファンソンは、スウェーデンの実業家。タイタニック号に等船客として乗船しており、同船の沈没事故から生還を果たした。1913年初頭、タイタニック号を運用していたホワイトスターライン社に対して、巨額の賠償請求をした人物である。マウリッツ奉還ビョルンストロム・ステファンソンは1883年11月9日に、スウェーデンノルウェー連合王国のオステルファーネ坊で、エリック・サミュエル・ステファンソンとベルタ・マリア・ビョルンストロムとの間に生まれた。彼の父であるエリックは、スウェーデンにおける木材パルプ産業の先駆け的存在である。スウェーデン王立工科大学で化学工学を学んだ後、スウェーデン政府から奨学金を給付されたビョルンストロム・ステファンソンは、ワシントン DC に渡って、さらに化学工学を深めた。1904年には、スベア砲兵連隊の予備役下級上尉に任官された。フランスの女性年間に掲載された、チェルケス人の沐浴のイラストジョン・パーカーによる、複製画元の油絵は、タイタニック号の沈没事故で失われたため、現存するものは、複製画である、ビョルンストロム・ステファンソンは、1912年4月10日に、イギリスのサウサンプトンから一等船客としてタイタニック号に乗船した。同じく一等船客として乗船していたヒュー・ウルナーが事故後にアメリカ上院査問会で証言したところによると、タイタニック号が氷山と接触した4月14日の午後11時40分、ビョルンストロム・ステファンソンとウルナーは一等客の喫煙室にいた。救命胴衣を着用し甲板に上がった二人は、船員と共に女性や子供が救命ボートに乗り込むのを手伝ったが、当初彼らは単なる避難訓練に過ぎないと信じて疑わなかったという。次第に事の深刻さを理解し始めると、ビョルンストロム・ステファンソンとウルナーは女性や子供より先に C5 ボートに乗船し、彼女たちの席を奪った数人の男性を船員と共に引きずり下ろした。救命ボートがタイタニック号から次々と離船していく中で沈没までの間に彼らは水没した A デッキから折りたたみ式 D 号ボートのわずかな隙間に飛び乗る機会を得た。この D 号ボートはタイタニック号を最後に離れた救命ボートである。彼らは海中にいた別の男性を引き上げ、共にオールを漕いでタイタニック号から D 号ボートが離れるのを手伝った。1913年1月、ニューヨークのギルクリスト弁護士に提出された、ビョルンストロム・ステファンソンのホワイトスター・ライン社に対する賠償請求には、フランスの画家メリー・ジョゼフ・ブロンデルによる新古典主義の油絵である、チェルケス人の沐浴が含まれていた。この絵画作品は、彼がタイタニック号に持ち込んでいたものだが、沈没事故により船と共に、北大西洋に沈んだ。彼は、この賠償として10万ドルを請求している。10万ドルという請求額は、沈没事故で失われた貨物や荷物に対して行われた単一の請求額としては最高のものである。なお、現存するチェルケス人の沐浴は、ジョン・パーカーによる複製画であり、2014年11月に公開された。カルバチア号の船長であるアーサー・ロストロンに、記念の杯を贈るマーガレット・ブラウン沈没事故後、ビョルンストロム・ステファンソンは生存者協会に所属し、救助に駆けつけたカルパチア号の船長や乗員に対してその功績を称えるメダルや杯を授与している。1917年、ビョルンストロム・ステファンソン同様沈没事故から生還したヘレン・チャーチル・キャンディの紹介により、マリー・ピンショー・イーノと結婚した。1920年代にはカナダの製紙、木材パルプ産業、不動産などで多額の資産を得た。また、ニューヨークのパーク街に所有していた重要な不動産を賃貸マンションやホテルとして活用している。1930年に第一線から退いた。妻であるマリー・ビョルンストロム・ステファンソンは1953年にマウリッツ奉還ビョルンストロム・ステファンソンは1962年5月に死去した。彼はマンハッタンの東57丁目にあった邸宅で息を引き取ったが、ここは彼がマンハッタンに所有していた私邸のうちの一軒であった。彼らには子供がいなかったため、残された莫大な資産は甥であるトルド・ステファンソンに相続された。ありがとうございます。